きた漫画を紹介したいと思います。こちらになります。まずはスタジオカバナの、4巻です。表紙めちゃくちゃ可愛い、あのイラストカードもついてました。二人可愛い、めっちゃ楽しみです。で早く読みたい。次は自転車屋さんの高橋くんの、6巻です。やっと出ました。めっちゃ楽しみにしてた。これも早く読みたいです。イラストカードは確かに2枚、ちょっと見づらいけど2枚はついてます。かわいい。で次は全部 BL になります。まずは美しい彼で、美しい彼にで美しい彼にこのリフレットがつきました。美しい彼の2巻です。これもあの早速読みたかったからもう読んでました。めちゃくちゃ良かったです。うん、超おすすめです。で次はこの2冊です。トロイメライの、1、2巻これも結構面白かった。もう読んでました。結構面白かったです。で2冊両方とも購入する と、このリフレットがついてました。こちらはアニメートのリフレットです。こんな感じです。結構面白かった。で次はエンドロールに口づけになります。こちらにも、リフレットがついてました。かわいい。で最後はこちらです。すごい楽しみにしてた、ヒラノと鍵裏の4巻です。かわいい。虎の穴限定の、セットにしました。この限定セットにこのブランケットもついてました。開けてみようかな。見に行ったのでこちらの特典を両方とももらいました。これ1週目の特典、佐々木とみやの あの書き下ろしのバレンタインの話になってます。これめちゃくちゃ良かったです。あとその2週目は、平野と萩浦の話になります。めちゃくちゃ良かった。両方ともゲットできて嬉しいです。よし、こちらは以上になります。ブランケットはこんな感じです。可愛すぎじゃないですか。めちゃくちゃ綺麗です。あと漫画の中にこのイラストカードがついてました。表紙もめちゃくちゃ良かったです。かわいい。